回は4月5日の調整で武力上昇値が増加したアンコモン兆候を紹介していくよ。四季9に武力プラス5、四季12で武力プラス8になったで。とっさに打ちたい超絶騎馬で四季12を待つのは難しいけど、四季11くらいでも武力プラス6速度超昇立ち種上昇だから、四季4消費の計略としては高めの性能になったね。計略は4分過ぎか6分15秒付近で使用しとるから、忙しい方はそこから見てくれてもええよ。そこか。元の計略自体は無得意号令を長くした性能で、シンプルに強力やったので、さらに効果時間が伸びた。騙される方が悪い。それと官軍化公園が大幅に強化されて、一部隊撃破ごとに 8% のダメージを与えるようになったから、わらデッキにはめっぽう強いと感じたよ。パリピ孔明のアニメ放映に合わせて強化しとるのもプロモーションとしてええ印象よね。落日たそがれや王兵ゲンガンと長期間使われ続けたカードらのさらなる下方修正で丸く環境が動きそうで、個人的には楽しみな感じやわ。あとしばしの青の兵力減少期下げるんなら4州の兵力継承も戻してくれてもええんやで。戻してくれるまで言い続けるからな。書の続き。乗らせる妨げはわしが取り除きましょうぞ。聞いてもらおうか。書の続きだ。俺が力なき者どもを支配してやる。止まらない。そんな感じでデメリットもないから攻めても使いやすく感じたよ。我が軍略しかと心に刻むのだ。英知の一端をお見せしよう。
かぬ。悪いのはあいつだぜ。参る。いや、受けた。行け。けどられ。今回は4000あるよ。Fuck.
んで？
プロを尽くすのみ。残念じゃのお前は必ず。ならずか。わしのお通りなのだ。書の続きだ。お前にもわらわの教えを授けてやろうな。わしの号令に従うのだ。それよ。
草は好かぬ。ここも円の領土にするか。王様なのに。わしのお通りなのだ。雑魚は下がれ。書の続きだ。消えぬまじないをお主にやろう。長く行き過ぎたわ。行くよ。それよ。それよ。潰す。それよ。引け。それよ。落ち着け。こう焦るな。我が軍略しかと心に刻むのだ。今が正気ならばただ武を尽くすのみ。あちゃ、捕まっちった。消えぬまじないをお主にやろう。長く行き過ぎたわ。私の一端をお見せしよう。捕まっちった。それよ。
っこったきゅうこいつやりやがる矢を受けたかわ
しの号令に従うのだ。潰せ。すみません。潰せ。お大事に。すみません。ヨシノに取り計らう。すみません。矢を受けた。なんで。ボーグ解放。落ち着け。わしの通りなのだ。潰せ。やむを得ん。潰せ。我が軍略しかと心に刻むのだ。なんと勝負はついた。刃を下ろせ。なんで。潰せ。今が勝機ならただ武を尽くすのみ。みんなを守るのがあんたたちの仕事でしょ。ご視聴ありがとうございました。今までも複数回強化されてきたカードやけど、今回でついにバチ戦で出せる計略になったと感じたよ。